日立リバーレの久保田美優です。 GSS 東京サンビームズの鹿間選手から愛犬について語ってくださいという質問にお答えします。私の愛犬の名前はおせちです。去年の元旦に我が家にやってきました。私はその次の日からすぐに茨城に戻ってしまったんですけど、今でも帰るとすぐに飛びついてきて、ずっと私の膝の上にいるので覚えてくれているんだなと思っています。ちなみに前回の帰省の時は1日でお座りを覚えさせました。とにかく可愛いです。次はルートインホテルズブリリアントアリーズ高橋選手です。私の地元である長野県、今は帰ることができませんが、長野県のいいところを紹介してください。